人生がうまくいかない、仕事がうまくいかない、これから先の自分の人生が不安で仕方ない、そんな風に感じている皆さんに学んでいただくには偉人のエピソードがぴったりだということで、今回このシリーズちょっとお送りしております。伊能忠敬さんというね、この大偉人をご紹介したいなと思うんですけど、あ、ちょ、動画切らないでください。動画切らないでください。伊能忠敬って誰やねんと思う人がきっと多いと思うんで、もう全然興味ないですって言ってちょっと動画変えずに、今からめちゃくちゃいい話しますから、みんなが元気湧いてくるような話しますから、ちょっと動画切らないでおじさんの話聞いてください。この伊能忠敬って誰やねんと、まあ日本のそのね、教科書の中でも、ちらっと名前ぐらい覚えたかな、何だったっけ、大名でもないし何だったっけって皆さんね、思うかもしれませんが、一番有名なところでは日本の地図を作った人ということで、教科書では習うことが多いと思います。この伊能忠敬さんという、まあ日本のね、いわゆる織田信長、徳川家康、豊臣秀吉なんていう大メジャーどころ、坂本龍馬さんとかね、そういうメジャーどころからすると、もうなんかすごくマイナーな存在のように受け取られていて、もう全然興味もありませんって人も多いと思うんですが、実は本当の伊能忠敬を知ると、もう生きる勇気が湧いてくる、もういくつになっても人生を楽しむことができるっていう、そんな英知をくれる存在なのかなと思ってるわけですけれども、彼がじゃあどんな人生だったのかを軽く年表に書いておきました。時は江戸時代になりますけれども、江戸時代に彼は千葉県の中央区の方で生まれて、そして17歳にしてこの伊能家に婿入りしたわけですよね。で、ここは本当にこう貧しいお酒問屋さんをやっていたそうで、酒造りの酒屋さんですよね。で、その家のビジネス自体は本当にこううまくいってなかったんだと。で、この時にこう伊能忠敬はですね、この家をどうやって立て直していこうかということを一生懸命やるわけですけど、ああ、先に言っておきますね。伊能忠敬さんの人生はちょっと2つのハイライト、2つ大きく私たちが大きく学ぶべきポイントがあるので、その最初の1個目をちょっとお話ししてみたいんですけど、この酒問屋に入ってからもビジネスがなかなかうまくいってなくて、おいおいこれどうするんだ伊能家ってなった時に、彼が従業員のみんなに言ったことがあります。それは、とにかくうちの儲けは後回しにして、お客さんが喜んでくれることを最優先にやりなさいって言ったそうなんですね。要は酒、お酒問屋さんというのは、お酒をね、酒造りをするためにはお米を仕入れてきて、お酒にしてから売らなきゃいけない。売って初めて利益が出るので、利益が出るまですごく時間がかかるわけですね。だからこそこのキャッシュフロー的にビジネスが全然うまく回ってなくて、もう出ていく一方、お金、お米を仕入れるのにもお金がかかるし、お酒を仕込んでる間も従業員にお給料払わなきゃいけないし、お酒がやっとできてもこれが売れなきゃお金にならない。これどうするんだってなった時に、まず自らが先頭に立って、お客様に何をやったら喜んでいただけるだろう。これを徹底的にした。まさにお客様第一主義の、もうなんか先駆者のような存在だったわけですけれども。なので、この、伊能家のお酒、酒屋さんに来るお客さんたちに対して、従業員の方が一人一人ですね、何かお手伝いできることありませんか？何かお困りごとってありませんか？って、いつも話しかけていたそうです。そうすると、うちね、ちょっとこう、雨戸を直してほしくて、あ、じゃあすぐお伺いしてお手伝いしますんで、うちね、ちょっとね、今すごくこうね、かまどのあたりが汚れてしまってお米が炊きにくくて、って、あ、それちょっと一回見させてもらいましょうか、なんて言って。で、うちちょっと今度出かけるんで、でもね、ちょっと家を開けてると泥棒が入ったりしても困るんで、って、あ、じゃあその期間私がその家に寝泊まりしましょうか、なんて言って、この伊能家で働いてる従業員にみんなで一丸となって、この地域のために何ができるか、まさに目の前のお客様だったり、地域の仲間、友達、ね、そのためにどんな貢献ができるかということを最優先で考えて徹底的に実践していた。だからこそ、本当に潰れかかっていた酒屋であるこの伊能家に対して、地域の方々がお酒を買うならあそこで買おうよ、あそこで買ったお酒なら間違いないよということで、売り上げをどん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 伸ばしていって、あ、伊能家にね、お婿さんできたあの忠敬という男はなかなかやるなということで、どんどん村の人からもこう認められるようになっていったと。そして36歳の時に村の名主といって、まさにまあ、今で言うとこの村長さんというか、村の取りまとめ役になっていくわけですよね。この家の時期っていうのは、本当に飢饉が訪れたりして、お米や農作物が取れないと、みんなで本当に困ったことになったっていう時も、名主であるこの忠敬さんは、みんなに、
今こそ力を合わせてみんなで乗り越えていこうじゃないかと。で、この時にもうすでにすごく認められてる人なんで、伊能さんの言うこと、伊能さんの指示通りにみんなで動こうと言って、なけなしのお米とか食べ物みんなで持ち寄って、本当に死にそうになほどお米がない人にみんなで分け合ってもらってもらうとか、まさに2011年の東日本大震災で日本が経験したような、本当に物資がないんだけれども、寄り添ってみんなで助け合って生きていく。絶対暴動とか起こさずに、どんなに貧しくても、もっと困ってる人のためにみんなで何ができるかを考える、なんていう、その文化をまさに先駆者として、日本の中で、千葉のこの村で実践していったという、まあ、すごい人ですよね。36歳にして、それだけの実績を出していった。まあ、ここまででも十分すごいんです、伊藤さんって。で、49歳の時に、家を長男に譲って、いよいよ隠居生活に入る。めでたし、めでたしで終わったって、これすごい。もうすでに学びがいっぱいある。ね、目の前の人のために、地域の人のためにどんな貢献ができるかといって、私たちにいっぱい学ばせていただけるんですが、ここまでが伊能忠敬さんの人生ハイライト1個目で、今から2つ目に入ります。2つ目、何なのかというと、こちら赤文字で書いておきました。当時、人生50年と言われていた時代の中で、普通ね、もう50歳って言ったら、あとはもう死を待つだけだと、ね、長男ももうビジネスちゃんとうまくやってるし、長男も村の中で一生懸命頑張ってるし、あとは自分はもうね、隠居して、本当に好きな勉強したり、好きな本を読んだりしながら、本当に、そこで亡くなっていくんだという人生を歩むな人が大半だった中で、彼はですね、実はこうやって名主とかをしながらも一生懸命書を読み、勉強して、オランダの方の学問とかも一生懸命勉強して、こう世界のこととか、地球のこととか、日本というこの国が一体どういう構造になっているのか、どんな形をしているのかということに、すごく興味があったそうなんですね。そして、50歳の時ですよ。一念発起して、もう今の、私たちで言ったら、80歳のおじいさんぐらいの感覚ですね。今で言うと人生80年時代なんていう感じですから、80歳か85歳のおじいさんが、今こそということで、江戸に出て、ね、東京に出かけていって、天文学者の高橋義時さんという、自分より一回り以上年齢が下の天文学者に弟子入りするわけです。そして、私はこの日本というものが、どんな形をしていて、どんな構造になっているのかに、すごく興味があるんです。聞くところによると、外国ではこういう地図というものがあって、その地形というものが、きちんとこの地図として表示されている。けど、私はこの日本という国に暮らしながら、日本がどんな形になっているのか全く知らないので、ぜひとも教えていただけないでしょうか、その技術を、と言って、この高橋義時さんのもとで地図を作るという技術を学びます。そこから5年間ずっと修行の日々です。そしてここからですよ。5年後、55歳からいよいよこの伊能忠敬さんは、少ない、いわゆるそのアシスタントと、もうしょぼーい道具、当時は測量機器とかも全くありませんので、どうやって地図を作るのかっていう、そのもうね、本当にこんなもんでええんかいなっていうぐらいのしょぼーい機械しかないわけで、機材しかないわけですけども、それだけ、あとアシスタント1人か2人だけ連れて、全国を歩いて測量の旅に出るわけです。で、これどういうことかっていうと、今だったらこのね、測量のハイテクな機械があったり、メジャーがあったりしますよね。ここからここまでが一体何メーターなのかっていうのを、メジャーなり、ね、デジタルでパッと測ることができるんですが、当時は物差しというものすらもほとんどないような、そんな時代なわけですから、じゃあこの測量を伊能さんはどうやって行ったかっていうと、この修行中の5年間の間に、自分の一歩が69センチとして歩けるように猛練習をしたんだそうです。ということは、2歩だと138センチですよね。どういうふうに、どんな地形になっていても、私が右足、左足と一歩二歩踏み出したら、ここが138センチになるわけだから、ということは、ここからここまでが何歩だから何メーターのはずだ。ここからここまでが何歩だから何メーターのはずだと言って、測量の機器もほとんどない時代に、超正確な地図を55歳の、今で言ったら80歳か85歳のおじいさんが、日本全国をそれぞれの地域、それぞれ2、3年かけて回りながら地図を作ってしまったわけですよね。例えば、関東地方を回るのに2年かかった。伊豆の地方を回るのに1年かかった。東海地方を回るのに2年半かかったとか、そういう感じで、一歩一歩、ね、現代で言うとこの80歳過ぎのおじいさんが、
1センチとたがわず、一歩69センチの歩幅で、で、当時の日本人というのは大体歩幅が50センチぐらいだったんじゃないかと言われてるわけですけども、自分の1センチが、一歩が確実に69センチになるように練習したんだそうです。絶対どんな坂道があっても、どんな岩が置いてあっても、どんな山道であったとしても、私は一歩あたり69センチ、二歩で138センチで歩くことができるんだという、とんでもない技術を身につけて、ご覧ください。ここから17年間ですよ。今で言ったら85歳のおじいさんが100歳過ぎまでかけて、自らの足で歩いて、測量し、地図を作った。そして、73歳で弟子たちに見守られながら亡くなり、この数年後に弟子たちの力によって地図が完成したわけですけれども、この地図をきちんとその後の人たちが検証してみると、現代の日本地図とほぼ変わらなかった。確かに形がちょっと違ったりとか、四国がちょっとだけね、角度的にずれてたりしたんだそうですけど、形はほとんど変わらない。もう、現代のテクノロジーで測った、その測量して作った地図と違いはわずか 0.1% しかなかったと。どうでしょう。この人生50年と言われている時代に情熱を持ち、自らが世界を、本当に世界の技術を参考にしながら日本を見てみたい。日本の地図をこの後世の人たちに残していきたい。私が地図を作りたいというこの情熱でもって、17年間歩いて歩いて歩いて歩き続けて、今も私たちはその恩恵に預かっています。人間がいくつになっても情熱を失わずに生きられる。人間はいくつになっても成長し続けることができるし、自らの夢をつかむことができるということを、この伊能忠敬さんは教えてくださいます。今日本の中では人生に疲れ果てている若者が多いです。人生に疲れ果てているサラリーマンもいっぱいいます。ね、40代、50代、働き盛りで、俺の人生こんなんでいいんかな、本当にこのまま俺定年迎えてこんなんでいいんかなとか、そんな大人たちを見て子供たちが、ああ、俺もな、大人になったらあんな風に仕事しなきゃいけねえんだろうな、もう今大学生だけど本当だるくてしょうがねえな、就職なんかしたくねえんだよな、って言って、今、日本国民全体的に本当にエネルギーが下がっている。こんな風に、いくつになっても学び、いくつになってからでも徹底的にトレーニングを積んで、自らのできることをする。夢や情熱、志に向かって、自らのその人生をより良いものにするために、毎日毎日を生き続けるという、この圧倒的なエネルギー、現代の日本人こそ、この元気がなくなってエネルギーが下がっている時代の日本人こそ、伊能忠敬さんに、学ぶべきではないかなって私は思ってるんですね。私はこの伊能さんのエピソードが大好きです。こんな55歳の、本当に繰り返しになりますが、今で言ったら80歳過ぎぐらいのおじいさんが100歳過ぎまで何度でも何度でも歩き続けて夢に挑戦し続ける。今で言うと、あの有名な登山家の三浦雄一郎さんなんかちょっと該当するかもしれないですよね。80歳過ぎてもエベレストにチャレンジし続ける。いくつになっても私はあの山頂に立ち続けたいんだと言って、厳しいトレーニングを続けながら若者たちにその生きる姿を、見せ続けている、あの登山家でありプロスキーヤーである三浦雄一郎さん、私も大変尊敬しておりますけれども、何かまさに現代の伊能忠敬のようにね、人間はいくつになっても本当に枯れることなく人々に夢や勇気を与え続け、本当に後世の人に宝物と呼べるような業績を残すことすらできるんだと、死ぬまで勉強、死ぬまで情熱、死ぬまで青春なんだっていうことを伊能忠敬さんから学ばせていただいております。伊能さんのように私も今日も命燃やし尽くして、命果てるその瞬間まで生涯青春で歩んでいきたいと思います。天国にいる伊能忠敬さん、私たちに本当にこんな生きる勇気や学びをくださってありがとうございます。明日からも皆様の人生が素晴らしいものになりますように、いつも YouTube 通して応援しております。それでは皆様、いってらっしゃい。ありがとうございました。大好きでーす。バイバイ。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。